はい、どうもさん、こんばんは。ザンと申します。今回もぷよぷよテトリス2ですね、テトライト実況やっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、前回ね、とても悲惨な結果になってしまってね、あれだったんですが、まあ4戦全敗ですかね。まあとにかくひどかった。まあ今日はそんなことにならないようにね、気合を入れてやっていこうと思います。それでは本編どうぞ。しずくさんですね、待ちしました。よろしくお願いします。頑張ろう。初戦だからね、初戦大事だから。よろしくお願いします。これ微妙に合唱 TST が組めるやつだね。さあ、一回外してから動いていきまして、まあいい感じに火力を出せればなって思ってはいるが、出せるかどうかはちょっと謎ですね。さあ、一回 TSD 打ってす、これ一回外してテトリスにしよう。その後ちょっと削り入れまして、 TSS からのテトリス入れていくスタイルで、もう一回テトリス入れていくスタイルで、その後ちょっとずれてしまってるのが、これ終わるな。ちょ、一発のずれでね、こう一気に逆転されてしまうのでね、ここ厳しいですね、やっぱこのゲームは。そういうところ。さあ、今度は、はい、瞑想法組もうと思ったけど、マジで瞑想法組めねえな。瞑想法なんか、あそこなんか、入力入らないことが最近多い。コントローラーがぶっ壊れてるんですかね。コントローラーぶっ壊れてるやつありそうだけどな。まあ、そんなこと言ってたらね、気にし、おお、なんかすごいお気にしてるな。なにあれ。あれやばくない？あれやばいな。あれやばいですね。これは終わった可能性が非常に高いですね。速度出せればみたいなところあるけど、方向にそんな実力はないので刺さってしまう。いやー、今なんか気づいたら大見出とんでもないところになったな。なんだあれ、やば、全然見てなかった。さあ、レマエルトスさんですね、よろしくお願いします。 MVP いいですね、気合入れていこう。さあ、よろしくお願いします。前回とね、と続いて5連敗やばいですね。5連敗はね、なかなかね、重いよ。なかなか重いものがあります。さあ、SPSD かましていって、あゆみの超えなかった、最悪。あれ超えないの厳しいな。さあ、また1本取られてしまった状況から始まっている。そんな中で選択したテンプレは、蜂蜜フォート。さあ、一回 TSD 打っていくが、まあ、若干厳しいといえば、厳しいっすかね。一回テトリス打つ。TSS 打つ体勢、なんとか刺さってくれた。ちょっと怪しいな、結構勝負だったから。危ないですね。さあ、このままもう一本ね、取っていきたいね。さあ、今度三角二号組むか。ちょっとリネが安定しないんで、三角二号にシフトしていこう。さあ、お互い理想系組んでいる状況を、さあ、バックザック分で、違うな。バックバックにはトリプルとダブルの差で火力を送られてしまうが、これは刺さってくれると。よーし、なんとか5連敗で止まったね、動画上。よかったよかった。まあ、このままね、こっからまた連勝ね、築き上げてばいくから。うん、頑張ろう。次も。よし、たやりでした。さあ、回しました。ナーさんですかね。よろしくお願いします。パイオニアプレイヤー、レッツゴー。さあ、よろしくお願いします。これ、開幕。メソフォーデッカーと思ったら、スティック入力が入ってしまったので、これかなり厳しいかもしれない状況。うわぁ、そこも滑れるか。どうしようかな。初手からかなりグダってしまったな。グダってしまうと非常に良くないんだが、まあいい感じに火力を出していきたいですね。と言いながら見ていく、さらに。さらに、しまう。
じゃあ、一回、取れればいいんだが、あいみのさあ、今日もあいみのは道を阻んでいく。苦しいですね。こう道を阻まれるな、あいみのに。さあ、一回、テトリスから入っていきまして、とりあえず、テトリスを打っていく。ガンガンね、火力出していければなぁと。リネ体制でいいから。と、いつつ、まあ、普通にね、まあ、こう、PSD なんかも入れていくと。さあ、テトリス打っていく。ちょっと永久期間いっちゃおうかなと、思っちゃったりして。ただ、角が噛み合わなかったので、ここは、慎重に行きたいですね。PSS から刺さってくれるか。あー、それやばいな。この置き店やばい。あ、や、あ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 。ちょ、相手、良かったね。うん。で、俺、大見のミスったのが、本当にダメだったね。これ非常に良くないですね。勘弁してほしいわ。あ、レートめっちゃ持ってかれた。辛い。さあ、またまた待ちました。ナーさんですね。よろしくお願いします。まあ、ちょっと失ったレートをね、まあ、少しでもここで、取り戻しましょうか。さあ、よろしくお願いします。さあ、開幕は、ハチミスをね、しっぽりと組んでいこうかなということで、とりあえず理想系組めたので、どうしようかな。一回、まあ、こういう感じで、まあ、パフェを諦めてしまって、ただ、ちょっと形良くないな、これ。あんまり形が良くない。そんな中で、まあ、こういう火力を食らってしまうとね、非常に、勝敗が怪しくなってくるんだが、さあ、お金もできる。なんだ、あのお金は。謎だな。慎重に一回テトリスを送ってって、TSD から、火力を送っていく。さあ、微妙な形が続いている。さあ、あいみのもずれていった。まあ、そうこうしてるとね、相手に掘られて、かつ、火力を使えてしまうんでね。これは、良くないですね。さあ、そんなこんな言ってたら、こう、上部まで来てしまってるので、そこ注意していきたいところ、ところなんだが、どうすかね。ガンガン KSD をね、こう打っていきましょう。ちょっと Z 身の多いな。さあ削って、まあ、とりあえず刺さっていく。まずは1本ね。さあ1本がまず大事だから。1本取らないとお話にならないからね。今度は3号2号切りますか。さあこれは、準理想形の形になりましたね。まあ、一旦パフェ狙ってみるか。一旦パフェ狙いで行ってみたが、まあ、ここは全然間に合わずと。さあ、TSS かまして、からの TSD をかましていく。なんならこう、DT4 行っちゃおうかなと思ったけど、ちょっとすも噛み合わないな。さあ、一応 DT4 は打てたが、かなりソフドローを対応してしまったので、これはちょっと良くなかったですね。うん、絶対やんない方が良かった。でも DT4 さ、見つけてさ、ちょっと、組みたくなっちゃうよね。あ、組めそうってなった。組んじゃいたくなっちゃうよ、これが。困ったことに。あー、ゼータ。あ、これやばいな。これやばいな。とりあえず空中で TSE 作っていって、そのまま刺さってくれれば、いっちゃん美味しいんだが、あ、それは無理そうなんで、TSD 無理くり作っておいて、さあ、無理くりあいみの入れといて。さあ、どうでしょう。ああ、そのテトリスは無理だな。ちょ、上部で粘ってみようかなと思ったけど、ちょっと厳しかったね。無理くりすぎた。さあ、取られてしまうと負けてしまうので、そこ気をつけたいんだが、なんか、ガムシロになってるね、気づいたら。まあ、とりあえず。打ってしまって、どうすかね。
めっちゃ TSD ですか。TSD 打ってもう連発化しようか。負けねえよね、普通に強いんで。どうしようかな、これ。詰め方がわかんない。刺さった。うん、最後、なんかあまりいい勝ち方じゃなかったね。うん、でも勝ったから、とりあえず。OK! よし!さあ、失ったレートは、失ったままですね。はい。ということで、今回ここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。